マラソンですか、駅伝、マラソン、駅伝、まあガチでやってましたよね、はい、あのそんな時と比べるとどうですか今は。でもどっちも同じぐらい緊張します。あ、そうなんですか、デビューから半年いかがですか選手生活は。なんか普通の人ができないことを自分がやってるっていうのがすごい楽しいです。はい、スタートが見てるとね、しっかりとしたあのスピードを持ってね、スリット抜けていってる印象があるんですけれども、この師匠が1号でもう全速で、1号でいいから全速でって言ったので、もう1号の全速を目指して、うん、師匠はどうだったんですか。あ、金子拓也さんです。あ、そうなんですね、いいじゃないですか、優しくて、はい、じゃスタートしっかりと、まあ、決めようという。はい、うん、でも普段遅れちゃうであまりない。着絡めるように頑張りたいと思います。